目に見える、範囲視野とは目に見える範囲のこと。両目ごとに、その見える範囲は一定であり、個体としての視野はその両者を合わせたものである。そこから転じて、知識や考え方の幅の広いことをも、視野が広いということがある。正常な人で、片目では鼻側及び、上側で約60度、下側に約70度、耳側に約90から100度と言われている。 両目がほぼ平面の顔面上にあるため、両目で同時に見える範囲が広い代わりに、両目が顔の左右についている。他の動物と比べて総合した視野は、広くない。視野の測定には、対座法、平面視野警報、動的量的視野測定法、静的量的視野計測法がある。一般的には、片目ずつ測定を行う。先に挙げた通り、重なり合う部分が大きいため、 視野欠損を自覚しづらい面があり緑内障などの疾患の早期発見が困難になることが多い。逆に言えば末期に至るまで不便さを自覚しない可能性もある。視野が狭くなることを視野狭作と呼ぶ。緑内障、網膜色素変性症、網膜剥離、脳梗塞等にて生じる。動物の種によってもその視野は大きく異なる。主に肉食動物は獲物を狙うために、 両眼視ができる方がよく、目が顔の前にあるため狭い。草食動物では、目が顔の横にあり、両目での視野は広い。これは、肉食動物をできるだけ早く発見し、それから逃げやすいようにとの適応と考えられる。ありがとうございます。